パーシバル教は、アーサー王伝説に登場する円卓の騎士の一人、聖杯探索の関連で最も有名な人物の一人。多くの国で、長い時代にわたり、語り継がれたため、言語、作品によって、パーシバル、パースバルペルスバル、ペルレスボー、パルジファル、パルチファル、パルチェバール、パルチバールなど様々な呼び方がある。ペルスバルの語源としては、ピアースバル、すなわち、 谷を駆け抜けるものが有力である。ウェールズに伝わる伝説の英雄、ペレドゥルを原型とみなすみ方がある。物語、バンによりパーシュバルの出生には、様々な設定があるが、ほとんどの場合に高貴な出生で、父はペリノアをあるいはガハムレトという設定。母は名前が出てこない場合もあるが、物語において重要な役割を担う。 また家族や一族として様々な人物が登場する。彼の姉は無名であったり物語により、ディンドランとも呼ばれ、聖杯法治の役を担う場合もある。彼がペリノアの息子の話では、東京、アグロバル教、ラモラック教、ダーナー教という兄弟が登場する。また、息子に白鳥の騎士、ローエン・グリンが登場する場合もある。 14世紀の写本差し絵に描かれた、ペルスバル・パーシバルの物語において、フランス語版の最重要作品は、クレティアンド・トロワ作、ペルスバル、または、聖杯の物語、ドイツ語版では、ボルフラム・フォン・エ・シェンバッハ作、パルチバール、そして、英語版では、トマス・マロリー、アーサー・オーの詩である。版により、写本によりそのあらすじも異なるが、トマス・マロリー、 アーサー・王の死に沿いつつ、物語の概要を記すと、以下のようになる。父の死後、ウェールズの森の中で、母のもとに、騎士社会とは無関係に育つが、そこで、騎士たちと出会うことになる。彼はそこで見た騎士に憧れ、騎士になるべく、アーサー・王の下へ向かう。そして、彼は自らを素晴らしい騎士であると証明でき、アーサーに、 士赦を授けられると円卓の騎士の会合に誘われ、参加し、それによりパーシバルは円卓の騎士の一員となることとなった。彼は、その後、聖杯探索に赴き、一度失敗するが、最後には、ガラハット卿と共に、聖杯探索を成功させた三人の騎士のうちの一人となる。ありがとうございます。